ら、お客さん？アロハー。初めて見る顔。アロハお兄さん、ノリいいですね。シーアー。自分の役が分かって、あ、こんな役で出るんだって思ったんですけど、結構自分にぴったりだなって思って、でこれ前から私のために用意されてたのかなってちょっと思ったんですけどいやでも素直にすごい自分にぴったりな役だと思ったので嬉しいですね。こうやってやってるんだっていうのを初めて知って面白かったです。なんか自分の顔がパソコンに取り込まれて 3D みたいになってぐる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 って回されると、なんかあ、こんな顔してたんだ自分って思いましたねちょっと綺麗に整形してほしいですね、なんか可愛くああいうのも初めてやったんで、でもすごい滑舌を褒められたので嬉しかったです。日本語も英語も、いや、英語だと逆になんか自分が喋りやすい言葉で喋っちゃうんで、まあ、いわゆるなんかこう壊れたって、ブロークンななんかこう、英語でやっちゃうのが私いつもそうなんで、あえてぐちゃってしちゃうこととかがあって、逆にやりにくかったりしました。なんか日本語の方がそのまま読めばいいだけなんで、やりやすかったかもしれないです。龍が如く8のリボルバーの看板娘として出させていただきます、ケイソンです。まさかこの役で出られると思ってなかったのでとても嬉しいです。リボルバーのマスターと一緒にすごいね、明るい雰囲気で、もうハワイアンな雰囲気で、皆さんを迎えられるように元気に、役を演じたつもりです。桐生一馬がどんな風になっちゃうのか、ちょっと私は楽しみ半分、不安半分です私もプレイヤーとしてドキドキしてますので、皆さんも一緒に発売まで楽しみに一緒にドキドキしましょう。